今日すごく楽しかったです。久しぶりにハッカソンに来たらなんかすごいレベル高いなっていうのを思ったのと、あとは皆さん知らないんですけれども、オープンガバメントって日本第国連第1位なんですよね。193カ国の、それで、ついこの間2位に落ちちゃったんですけれども前回の時に僕は結構日本の、プレゼンする機会があったんですけれども、その時に日本結構追いつかれてきてるなと思ったんですけど、今回のを見ると結構簡易にみんなが参加できるオープンガバメントというか、みんなが意見言える仕組みがあったり、あとはグループでディスカッションできるレベルが、そういう議論があったりですね、なんかもうやっぱり世界よりちょっと頭出てるなって感じだったんでですね、それで前回もやっぱり福井県の活躍っていうか、鯖江の活躍というかですね、それがすごかったと思うんですけれども、今回もこの今回のハッカソンで出たようなやつをちゃんと磨いてですね、実装レベルになったら今2位ですけど、また2年後の国連ランキングで第1位に返り咲けるんじゃないかなっていうポテンシャルを感じましたので、ぜひとも今後も頑張っていっていただければということで、一緒にやらせていただければなと思います。どうもありがとうございました。いや本当楽しかったですね。こう皆さんの提案すごくワクワクしながら伺いしてたんですけど、なんかハッカソン初参加の方が多分半分くらい結構たくさんやっちゃったんですよね。それなのにこれだけの完成度っていうですね、ちょっと驚かされましたね。ちょっと他のチームの皆さんにも個別にお伝えしてたんですけれども、本当に素晴らしいご提案たくさんあったので、この先コンテストとか、あとは他のハッカソンとかもですね、ぜひ遠征していっていただいて、今回のものを結構転用していくと他の提案もすごく作れるんじゃないかなと思うんですよね。それで本当にこの福井から全国を席巻するぐらいをやっていただけたらなと思います。応援してます。本当に、市民活動の見える化というところで、本当に市民の方からの声を、施策に反映していきたいというのがありますので、ぜひ今回ご提案いただいたアプリ、サバイスでも実現に向けて取り組んでいけたらなというふうに考えております。何か実装できたらいいなと思ってますので、そこは精神管理作っておきます。僕の力ではちょっと弱不足な今日一です。お疲れ様。動画だよ。はい、今日の感想。今日の感想。良かったです。初めてのハッカソンだったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。どの辺が、うん、やっぱ合宿でみんなで泊まりながら、徹夜で話し合いながら実装するっていうのめちゃくちゃ楽しかったです。またやりますか。やりたいです。はい、おめでとうございました。はい、本当にハッカソン盛り上がりました。1位参加者として参加しまして、見事に賞は取れず、全然国家権力使えないんだなっていうのをしみじみ思いましたけど、本当にいいイベントだったんで、次もあれば参加できれば参加します。